微妙な色の違いを見極めるのが難しいんですよ。同じ赤でも、はい、もうなんか若干薄い赤と濃い赤とあるから、これを見極めて、これだとまだ若い、まだ早いですね。まだ早いですね。これだとは赤くなってる。おー、ふるさと納税で、そしたら今その出していただいてるのって、はい、大体もう収穫してその日のうちのものが収穫される。そうですね、うん、その日のうちに、はい、箱詰めして、はい、で出荷っていうパターン。おー、これ今栽培してるのこれなんていう種類の。ここのやつは、はい、フルティカです。フルティカ、フルティカという玉のトマトで、はい、甘みが強いって言われてます。大玉とミニの中間ぐらいの大きさが普通なんですけど、こっちは結構水絞ってるので、はい、玉がちっちゃくなってる。おー、でもその分味が濃い。今年で何年目になるんですか。今年で5年目ですね。5年目して日々あれですね、試行錯誤というか、うん、トライアンドエラーでしたね、はい。まあ今でもそうなんですけど。なぜそのトマトをしようと思ったっていうのはなかったんですか。トマトがやっぱり一番安定してるというか、はい、まあ、無農薬でもやりやすいっていうのもあって、よく食卓に上るというか、はい、そうですね、うん、だからやっぱりそういうものを作りたいなっていうのもあって、うん、生まれは神奈川県横須賀市ですね。横須賀に生まれて、大学は東京の大学を出てて、で、食品会社に就職したんですよ。で、最初の、赴任先が、札幌支店だったんですけど、子供も生まれたので、自然の中で子供を育てたいっていうのを一番最初に思って、で、まあ、いろんな仕事を考えると、やっぱり農業が一番自然に近いというか、自然の中で暮らせるんじゃないかなと思ったので、それで農業に興味を持って、それで脱サラしまして、で、こちらの方に移住してきました。ここはシンディースイートですね。これがシンディースイート。シンディースイート、はい、うん、フルティカは甘みが強いんですけど、はい、シンディースイートの場合は甘みと酸味のバランスがいいですね、はい、起こさないやり方をやってるんですよ。後期、あ、はい、後期栽培って言って、はい、通常だったら、はい、毎年秋になったら全部一回トラクターでガーって起こすんですけど、はいはい、で春にもう一回起こして、はい、また畝を立ててってやり直すんですけど、はい、今年作った畝を来年も同じように使います、はいはいはい、土の中にいるミミズとかを、はい、こうミミズとか含めて微生物の住処をこう破壊しないので、うんうん、だんだん自然に近づいていく。こういうビニールを毎年使い回せる、はい、冬の間張りっぱなしにして、はい、来年また使える。ほう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 。もう廃棄は圧倒的に減りました。ミミズをなるべく大事にして、こう土の中にいっぱい増やしたいっていうのがうちの方針というか、やりたいことです。つぶつぶのやつがこれミミズの糞なんですけど、はい、それがこう固まってる大きいつぶつぶになってる、はい、その水分量を、うん、すごく一定にしてくれる、水はけが良くてさらに水持ちがいいっていう水、うん、土をミミズが勝手に作ってくれる、うん、まあ、無農薬で育ててるので、はい、もう病気がやっぱ一番怖いじゃないですか。はい、そうですよね。環境を整えてやって、うんうん、その水分量とかも、はい、なるべく一定にしてやることによって作物が伸び伸びと育つと。北海道の場合は夜になったら涼しくなるので、もう株が休めるんですよね。昼間頑張って光合成して、はい、夜になったらしっかり休む、ゆっくり休む。あ、それができる。北に行けば行くほど、うんうん、日照時間が夏の間は長い、だからその分光合成ができる。光合成すればするほど野菜は甘みが増すので、はい、うんうん、北海道に来た時にやっぱりこの自然の濃さにすごいびっくりして、この北海道の自然の中で暮らしたいなと思って、無農薬とかでやれる場所を探してたんですけど、トーマの場合は無農薬でやってる農家の人がすごく多いところで、もともとそういう
地盤があってっていう、そういうところなので、そこまでしました。アルバイトの方って大体何人ぐらいか。1日1人とかですけど、はい、経験がものを言う世界みたいな、な世界もあるじゃないですか、はい、やっぱり、うちも1人じゃなくてバイトの人にやってもらったりとかするわけだから、はいはいはい、同じような熱量でやるっていうのが難しいと思う。でも農場主としてそれを、はい、こういう思いでやってるんだよっていうのをみんなに分かってもらえたら、はい、この熱量がだんだんこう近づいてくるから、それでやっぱりね、みんなで美味しいもの出そうっていう風に持ってきたい、こういう暮らしがあってこういうことをやってる人間がいて、こういう思いをですか、ね、こういう思いで作物を作ってるっていうのが分かちょっとでも分かってもらえればなんか嬉しいなっていうのはあります。